はい、どうも。はい、どうも。世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。西です。短くなりましたね。はい10月16日の朝です。はい、おはようございます。今日も、昨日ね、結構回ったオールブラックをですね、うん、狙っていきたいなと思ってるんですけど、やりましょう。オリンちゃんに会いに行きましょう。オリンちゃんに会いに行きましょう。はい、大好き、大好き、ハワイ届いてくればいいですね。そうだな今日の僕の目標は、昨日、僕、保留4から結構2勝させちゃったので、ああ、言ってたね、昨日。はい、もうちょっとこれは反省しなきゃいけないなと思うので、うん、まあ僕たち保留4から入ったら、こうやって殴ろうって言ってたんですけど、いつもこうやって殴ってました、ね。こうやって、オフって、こうやって。すげえ、そうですね。そうですね。なので、まあ、保留2で、まあ、よりから球が右に行ったら止めるっていうのを、まあね、しっかりやっていきたいなというふうに思います。うん、はい。はい。西井さんの今日の目標は何ですか？あ、今日の目標。はい。今日の目標は、へそ落ちさせない。あ、いいですね。はい。さすが。うん。へそ落ちさせましたからね。させちゃったからね。はい。なんかね、うん、普通にやってて落ちちゃったらね、昨日もしたけどしょうがないけど、うん、なんか無知でね、そうなっちゃうっていうのは、あの、ね、技術不足とかね、はいはい、そうなっちゃうのちょっともったいないから、はい、気をつけます。くれぐれも確認中にトイレ来るのかやめてくださいね。それはさすがにね、はい、うん、いや変わることもできませんで、はい、そうだな、はい、OK、はい、気をつけます、はい、パターンとして多分真面目バージョンかちょっとボケバージョンか、真面目バージョンだったら多分そのへそ落ちさせないで来るのかなと思って、うん、あと、まあ、ちょっとボケバージョンだったら、うん、忘れちゃいましたね。なんだよ、ウリンちゃんに会いに行くだろうよあ、そうだ泡と大泡の違いを見分けられるのかなと思いましたけど、はい、真面目バージョンです。なんか比較的いつまでもなんか見破れない気がするから、今日の目標にしては大きすぎそんな難しいことじゃないと思うんですけど、ね、今なり分かんないもんね、まあ行ってみます。頑張りましょう。行ってみます。はい、あ、ちょっと超えちゃったかな。どうも、10月16日の10月16日の結果発表でございます。はい、やったよ。やった。やったよ。どうしました、なんか。今日もね。はい。勝てたの。パチンコの話か。パチンコの話だよ。パチンコ。そうですよ。パチンコしかしてないですもんね。パチンコしかしてない。本当に。パチンコだけだよ。本当に。練習すらしてないもんね。はい、2日連続は初ですからね。初だね。いや、よかった。いや、よかったよ。本当にすげえし、しかもさ。うん、あのまた近江ブラックをね打つんだけど、うん、10連とかさ、はいはいはい、してさ、はい、で横でね、はい、そうそう、カラコちゃんも確認しててさ、はい、もうなんかわけわかんないぐらい楽しかった。楽しかった、あの時間は。あのしかもあのその10連ちゃんのね、西村さん10連ちゃん、僕8連ちゃんぐらいでしたっけ、うんうん、一緒に入ってほぼ一緒に入ってしてましたけど、うん、その前がもう一気に沈んでっていう感じでしたもんね。みるみる飲まれてたもんね、球が。10箱ぐらいあったのが、うん、ほぼっていうか全部飲まれて、そう、全部飲まれて、さらにちょっと再投資してっていう、うん、かなり厳しい展開だったね。うん、まあ先発ぐらい、でも先発ぐらいで済んだのかな、ギリギリ追加はね。追加、そうですね。うん、とあれはそうですね。うん、もうこれやべえっつって、でそろそろ来ねえかなと思ったらポーンと来て、うん、これをもう行くしかないと、時間的に。そっから、うん、20連目指そうっつって、うん、やって、結果10連だったけど、ね、死ぬほど楽しかった。いや、僕も900ぐらいハマりましたからね。ハマってたね。うん、いや、まさに今日はでも本当にやっぱりパチンコは回転率が全てだっていうのをね、うん、証明したからような稼働だったかなと僕は思いますね。あ、そうなんだ。うん、だって普通の人だったら、うん、ね、うん、全然当たんねえからつまんねえから帰ろうとかそういう風に思うわけじゃないですか。はいはいはい、うんうん、そんな感情は僕はないので、ただ気にしてるのは回転数だけなので、はいはいはい、そうだわな、そうだわな、うん、かっこいいな俺自分で言うんじゃないよ
これぞプロですよ。まあそうね、回転数だけですよ。そんな当たる当たらないかどうでもいいんですよ。うん、もうひたすら回ればいい、ひたすらそうです、回ればいいっていう、うん、はい、まあそうだよね、話聞いてるとやっぱそうだよね、雑誌では何でも見てもそうだけどさ、うん、もうボーダー命みたいなこと書かれてんじゃんね。でも雑誌によっては、まあ、全く別の見解もあったりしますからね。まあそう、うん、あ、うん、そう、よかったよね、はい、うん、はい、きちんと結果出てくれてよかったです、はい、まあでもオウムブラックでは、うん、結局まあトントンぐらいですかね、うん、だったね大体、うん、はい、で、まあ、帰ろうかなと思っても西野さんちょっと打ってる間に僕がまあ近くにお店があるので、うん、近くのお店の、まあ、潜伏学園とか、うん、まあ、右内ランプとかいつも見に行ってっていうルーティンなんですけど、うん、見に行って西野さんに声かけて帰ろうと思ったら、うん、帰りに北斗へとのね、うん、まさに当たったっていうようなそう台をゲットして、はあ、はい、暴れてたんでしょ。金賞が大暴れしたのねすごいよね、うん、はい、ラッキーだった、ラッキーって思うかもしれないですけど、これも必然なんですよ、うん、はいはいはい、だって普通の人だったらそんな、うん、ね、急に暴れ出すとか、うん、右打ちランプがあるっていうのは知らないわけですから、はいはいはい、確かにね、ラッキーのように見えて必然だったと、あ、はい、ということで、まあ、それが終身加わったと、うん、いうところですね。ですね、はい、非常にありがたい一撃でしたね。よかった、うん、1万発ぐらいだったかなですね、うんうんうん、すごいよ、ね、で西なんと今後1年間の目標であった西さんの、うん、泡と大泡の違いが今日分かるというやっと分かったというね。そうなんです、あのね、やっと分かった、多分今日おそらく何回か来てたと思うんだけど、たまたまじっくり見てた泡が、あのやたら密度高えなと思って、でちょっと長いと思って。そうだね、うん、泡自体の大きさのなんか違いはよく分かんなかったんだけど、うん、まあきっとこれだろうと、うん、いうところで、あ、これが大泡なんだなと。そうですね、僕がずっと音楽ミスチリ聴きながら打ってたら、なんかポン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 さ叩くから、何かなと思ったら、あ、大泡って。おーおおって、そして外れるっていうね。そう。ちゃんと外れちゃったんだけど、ね。ちゃんと一コマずれで外れてたんで、あれは大泡だったんだと思います。僕は見てなかったですけど。うんうん。きっと、はい。まあ、でもあれはまあ、大泡でしょう。まず間違いなく大泡だと思う。そうだと思いますよ。そう一コマずれでは外れないんで。ああ、なるほどね。うん、はい。よかった、うん。今日の裏目標は達成ですよ。はい、1年間か。1年間か。やっと理解できた。はい、よかったです。すげえ嬉しかったよ。はい。なんか総括あれば総括あれば、毎回振りが急なんだよね雑だしそうですね、うん、今日は朝の目標だった、はい、布団を取らないっていう、あ、うん、それどうでもいいからどうでもいいけど、まあ、うん、はい、あのカルボちゃんがの毛布をゲットしてきた、あ、そうそうですね、取っても大丈夫っていう、そもそもね、毛布もくれるし、はい、そう、いいホテルですよ、ね、ここ、うん、すげえいいとこ、枕が合わないって言ったら枕も高いのもくれるしね、ねえ、すごいよね、うん、さすがだよ、どこかは、あとどこかは言えないんですよ、決して、まあ、そうだね、福島駅の棒、あとね、毎回水も用意してくれるんですよ、これ、これ、バレちゃう、バレちゃうね、これ、水、どこかは言えないんですよ、アプリしないの、はい、いいホテルですよ、はい、そうね、もう書いてあるもんね、名前、ホテルの名前書いてあるから、そんな店あります？まあまあ、今いいよ、はいはい、そんなとこですね、まあ明日もね、はい、うんうん、いいとこ行くんでしょ、明日、そうですね、某店の、はい、熱いというところに行くんで、朝から楽しみだな、何が売れっかなまあまあみゃみゃみゃ何だかんだ言って疲れてます、12時間以上行ってますから、まあね、まあね、うん、はい、いやでもなんか連チャンしまくったせいか不思議と疲れてねえんだ超楽しかった、ああよかった、それは、うん、はい、よかった、まあ明日も楽しめるといいですね、はい、楽しましょう明日も、はい、じゃあさよなら、じゃあさよならチャンネル登録してね